忙しいですか？今日のトピックは形容詞です。皆さんこんにちは。では始めましょう。 Repeat after me. 1. 明日は暇です。明日は暇です。 2. 今日は忙しいです。今日は忙しいです。 3. ショッピングセンターはにぎやかです。ショッピングセンターはにぎやかです。 4. このビルは低いです。このビルは低いです。 5. 富士山は高いです。富士山は高いです。 6. 新しいスマホは高いです。新しいスマホは高いです。 7. この T シャツは安いです。この T シャツは安いです。 8. 私のパソコンは古いです。私のパソコンは古いです。 9. 弟の部屋は汚いです。弟の部屋は汚いです。10. 私の部屋はきれいです。私の部屋はきれいです。 11. 夜の東京タワーはきれいです。夜の東京タワーはきれいです。 12. このアニメは面白いです。このアニメは面白いです。 13. あのドラマはつまらないです。あのドラマはつまらないです。 14. 隣は時々うるさいです。隣は時々うるさいです。 15. 図書館はいつも静かです。図書館はいつも静かです。 16. うちの猫は時々意地悪です。うちの猫は時々意地悪です。17. 彼はいつも親切です。彼はいつも親切です。18. 彼女は優しいです。彼女は優しいです。皆さん、来週テストをします。先生のテストは難しいです。大変です。来週のは難しくないです。簡単ですよ。先生はいつもそう言います。今度は否定の文を作る練習です。いいえで答えてください。まずな形容詞から始めます。例えば、元気ですか？いいえ、元気ではありません。元気じゃありませんも OK です。ではいきます。 1. 便利ですか？
いいえ、便利ではありません。いいえ、便利ではありません。2. 有名ですか？いいえ、有名ではありません。いいえ、有名ではありません。3. 暇ですか？いいえ、暇じゃありません。いいえ、暇じゃありません。4. 静かですか？いいえ、静かじゃありません。いいえ、静かじゃありません。5. 綺麗ですか？いいえ、綺麗ではありません。いいえ、綺麗ではありません。次は、い形容詞です。これもいいえで答えてください。1. 高いですか？いいえ、高くないです。いいえ、高くないです。2. 辛いですか？いいえ、辛くないです。いいえ、辛くないです。3. 忙しいですか？いいえ、忙しくないです。いいえ、忙しくないです。 4. 新しいですか？いいえ、新しくないです。いいえ、新しくないです。5. いいですか？いいえ、よくないです。いいえ、よくないです。いいの否定はよくないですね。プレインスタイル。友達同士の会話です。聞いてみましょう。もしもし、今暇なんだけど、どこか行かない？無理。ちょっと忙しいから。何があるの？明日田中先生の漢字のテスト。ああ、大変なやつね。マススタイルではこうなります。もしもし、今暇です。どこか行きませんか？いいえ、ちょっと忙しいですから。何がありますか？明日田中先生の漢字のテストがあります。ああ、あの大変なテストですね。 Repeat after me. 1. 明日暇なんだ。明日は暇です。明日は暇です。 2.どこか行かない？どこかへ行きませんか？どこかへ行きませんか？ 3. 何があるの？何がありますか？何がありますか？皆さんに質問です。皆さんの部屋は綺麗ですか？明日は忙しいですか？今日はここまでです。楽しかったですね。お疲れ様でした。ではまた。